朝日でございます。ご視聴よろしくお願いいたします。本日ね、森子の部屋で加瀬生さんがね、漂白剤ね、塩素系の漂白剤を使ってで清掃した、でしっかり洗って、でもその後にその漂白剤のね、塩素がね、どれだけ残留しているのか、残留塩素が気になると。でまあ私にね、調べてくんねえかなと、いうことだったので調べてみましょう。このね、ここのね、二酸化炭素が今出てますよね。このね、ディフューザーのね、ストーンがね、だいぶ苔が生えてきたので、まあいい機会なんでこれでちょっとやってみようかと、思います。清掃しながらね、どれぐらい残ってるのかっていうのをやってみたいと思います。はい、ということで、取り出しましたストーン、見事にちょっと苔になってるんで、これをキッチンハイターでやってみます。でこれで放置します。はい、ということでだいぶ時間が経ちまして、もう綺麗になりましたね。さすがですよね、さすが。でまずはこれを洗わないで、飼育水はもう塩素抜けてるんで、入れてみて、どんだけやばいのかっていうのを、洗わないとどんだけやばいのかっていうのをちょっとやってみたいと思います。じゃあこっからもらいますね。とりあえずなみなみ入れます。このまま一応ちょっと、よし、そうしましたらいつものテトラの6-in-1でやってみます。よし、いくぜ。塩素出ないっすね。本気か、染み出してないのか。ちょっと塩素がゼロだと、一回ちょっとこれここで洗ってみます。これでもう一回測ってみます。じゃあやってみます。一応ちょっと測ってみたんですけど、まあ正直色変わったんですけど、多分ここの色よりもっといっていて、多分アプリの方が受け付けなくてゼロになった可能性があるんで、ちょっと一旦これを洗ってみます。はい、水道水でちょっと洗ってきます。今洗ってきました。軽く10回ぐらいずつ、こうやって、だから20回ぐらいこう、こすり洗いしてきました。はい。じゃあ、ちょっと入れてますね。っていうか、もうこれ、数値が出なかったもんな。入れたばかりの状態なんですけれども、一旦これで測ってみます。今度はね、変わってなかったんで、あとね、もう一回ね、30分ぐらいちょっと置いて、どうかっていうのをやってみたいと思います。はい、ということで、40分経過しました。一応ね、ちょっと混ぜてね、混ぜて。で、まあ、手洗い何回かした、もので、まあ、小さい容器にね、なので、まあ、これで染み出してなかったら、多分水槽内に、入れても大丈夫だろうという判断でいいと思うんですけれども、一応また、チェックしています。
一応、見ていただくとゼロですね。うん、あの何度か油水で、でこの小さい容器の中でもあの塩素が、確認できなかったので、まああのしっかり洗えば大丈夫だと思います。ただ、そのまま漂白剤がついたそのまま入れるとちょっと数値がポン跳ねて、まあ、明らかに変な色になってたんで、あの多分この黄色を超えてさらにもっといってたんで、あの私もちょっと何の色かよく分かんなかったんであれだったんですけど、そのままは絶対良くないけれども、洗えばあの大丈夫だったってことが分かりましたんで、はい、で私もまあまあ何回もやってはいるんですけど、これで入れたからってなんか性質が変わったっていう記憶はないので、まあ、しっかり洗えば大丈夫かなっていうふうに思います。はい、石とかもね一回やったんですよ。でしっかり洗って、でエビがその後結構つまつましたけど、エビも大丈夫だった、うん、大丈夫だったんで、まああのしっかり洗えば一応大丈夫じゃないかなっていうふうに思います。はい、ということで加瀬先生さん、結果どうだったでしょうか。清掃しっかりやれば大丈夫だよということでございます。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方、チャンネル登録まだの方、いろいろ実験やってますんで、何かやってほしいことがあれば言っていただければ、はい、やりますんで、その際はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、あと、今回の動画良ければグッドボタン、悪ければバッドボタン、はい、ガンガン押してください。ということで、お送りしたのは朝日でございました。じゃあ。